皆さんこんにちは、倹約 DIY です。3D プリンターあるあるなんですけど、3D プリンターの電源が入っていない状態で、3D プリンターのベッドを動かすと、電源が入っていないのに LCD が光ることがあります。これはベッドを動かしたことによって、ベッドを動かすためについているステッピングモーターが回されることによって発電しているためです。モーターっていうのはもともと電気を流すと回るものなんですけど、回されると電気を起こすっていう作用もあります。僕がいつもよく使う 775DC モーターも回されると発電するタイプのモーターなんですけど、これは回転速度がめちゃくちゃ速いので、回して発電しようと思うとものすごいスピードで回転させないといけないんで、なかなか難しいです。それに対してステッピングモーターはもともとすごいゆっくり回るので、ゆっくりで十分発電します。ゆっくり回すだけで発電しますので、発電機としても結構優秀な性能を持っていると言えます。ですので今回ステッピングモーターを使って手回し式の発電機を作ってみたいと思います。今回作る電気回路をご説明したいと思います。こちらにステッピングモーターがあります。ステッピングモーターを回すと交流が発生するので、交流をこちらのブリッジダイオードで直流に変換します。直流に変換したら、こちらの LED に電気が流れるようになっているんですけど、交流を直流に変換した直流っていうのは、まだ綺麗な直流にはなっていないので、こちらの平滑コンデンサをつけて綺麗な直流にします。ステッピングモーターが回されて、もしもこっちの LED がつながってないと、電気の行き場がなくなってしまって、ここのプラスとマイナスに大きな電圧がかかってしまいます。それを防ぐために、こちらに 1kg ぐらいの抵抗を入れて、溜まった電気を逃がすようにしています。もし LED がつけられているときは、抵抗が、こちらの抵抗は十分小さいんで、この抵抗に流れてしまう電気はすごく少なくなるので、ロスはほとんどないです。こちらのダイオードは LED にサージ電圧がかかったときに保護するためのものです。部品が揃いましたんで、それでは組み立てていきたいと思います。電気の配線が完成しました。ちょっと回してみます。想像以上に明るいですね。
通り実験してみました。ちゃんと発電できることは分かったんですけど、手回しする側のベアリングが内径 5mm しか持ってなかったんで、ちょっとここの軸が 5mm しかないんでちょっと細すぎました。ちょっとこうやってぐらついちゃうんで、この辺をもうちょっと改良していけたらなと思います。うまいこと作れば、近年日本には災害が頻発してますんで、そういう災害用の防災用品として使えそうな気がします。また改良していきたいと思います。